はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆきしです。クリリンです。島田のおっさんです。よろしくお願いします。拉致被害者 の横田めぐみさんのお父様が、ね、はい、横田茂さんがお亡くなりになったということで、まあ、やっぱりこの問題というのはね、非常に複雑ですし、まあ、これはいずれことがね、落ち着いたら何かね、しっかり考えたいなとは思うんですけれども。なるほど。ただやっぱりなんか一つ大きな節目といったらね、あれですけど、あまりこういう形でね、迎えたくはなかったですけれども、なんか本当言葉にできないね、なんかものはあるので、なんかそこの率直なところを話せればなと思って。なるほど、はい。いや、でやっぱり拉致被害者の問題でも、皆さんどれぐらいご存知かわからないですけれども、まあ、横田めぐみさんという方がいらっしゃって、で、まあ、さまざまな詳細もありますけれども、まあ、北朝鮮に拉致をされて、で2004年の日朝首脳会談の際に、まあ、当時の金正日総書記はそれを認めて、で、まあ、ただなんだけれどもまだ帰って来られていないというところがあるわけですね。で、例えば拉致被害者とされる方の中にも、例えば日朝首脳会談の結果としてね、日本に帰ってこられる方もいらっしゃいますし、例えばいろいろな調査をする中で、例えば特定失踪者というふうに言われていても、じゃあ例えば国内で発見をされたような話もあるので、じゃあどれぐらいの方が拉致をされているかというのは、正直言って正確な数字は分からないというのがあります。ただその一方で、間違いなく日本に住む人々が、何もね、当たり前ですけれども、罪ももちろん犯していないしね、突然その日常を奪われてね、あの拉致をされていたという事実はあるわけで、でやっぱりね、なんかそれで突然日常が壊されて、で娘さんが帰ってこなくて、で横田茂さんなんかはね、ずっとまだ日本国内で拉致問題があったかないかということがメディアによっていろいろわけ言われてる中でもずっと活動されていてね、でも最後にも会えなかったというのを考えると、なんか本当になんか、うん、言葉にそうですねできないなというのがね、いやで本当になんかもうこの問題っていろいろな論点もあるしね、この瞬間にじゃあなんかこうだってこう言えることはないんですけれども、ただ本当に何なんていうの、本当に言葉にならないなっていう、言葉が出てこないなっていう、なんか日本人としてはもうずっと長い間こう目の前にこう突きつけられて続けてきたじゃないですか、この問題って、でもうそれこそ一つのね、あの節目というか切れ目っていう段階にまでいけそうな予感もたびたびはしてたんだけれども、まあね、本当に限りはね、それは結局叶わなかったっていうことですよね。本当にね、なんかけど本当にね、拉致問題の話ね、非常に個人的にも昔から注視をしていて、やっぱりそもそもじゃあなんで国があるのかという非常に大きな話をすると、一番の国家の目的というのは、そもそも国民の生命と財産と名誉を守ることだと思うんですね。でそれを突然例えば壊されてね、拉致をされて、なんだけどやっぱり日本はさまざまな、ね、法律上の制約もあり、あるいは世論の問題もあって、じゃあそこに対して何か実効的なアクションが取れてこなかったわけですよね。ということを考えた時に、なんか本当にそもそも国って何なんだろうなとかやっぱり思っちゃうんですよね。なんかこれはね、なんかこの瞬間になんかね、勇ましく何かこうこうっていう話ではないんですけれども、いやこればっかりはね、なんか言葉にならないっていう、本当に無念というか、なんというか、そうね、なんですよね。だからね、なんかやっぱり日本ってなかなか歴史的な経緯もあるしね、あの憲法の問題もあるわけだし、やっぱりなかなかさ、諸外国に比べたら積極的なアクションを取りづらいことは間違いなくそうだと思うんですね。この瞬間にじゃあ憲法の問題どうこういうことを述べるつもりはありませんけれども、じゃあその時に何が一つできるかなというふうに考えると、私たち国民一人一人がね、なんかそこに対して積極的に関心を持ってやっぱり考え続けることって重要だと思うんですね。で確かにもこの瞬間日本は非常に恵まれているし、まあ、様々な問題もあっても基本的にいわゆる最低限の生活はね、国民に対して保障されているし、なんだけれども
やっぱり一つ一つの細かい歴史を見ていくと、横田めぐみさんのようにいきなりその日常を壊された方もいるわけだし、ね、まだ横田めぐみさんのお父さんも亡くなる直前までにずっと奪還ということを抱えてこられたわけですけれども、なんかな、本当に、いや、なんか本当にここって真剣に考えなければいけないポイントだと思うんですよ。国際関係とかそれこそ国の役割っていうのは、さっきクリリンが言ったように人の命を守るためのものなはずなのに、そこでのその軋轢みたいなものが人の命とか人の命をその これって結局その例えば天災とかで事故で亡くなるみたいなものではなくて、人間が作ったシステムがそれをに巻き込まれたっていう結果じゃないですか。僕はなんかそこはすごく大きな違いだと思うんですよね。いや、そうだから私たちのね、社会っていうのはやっぱりなかなかお互いにこの社会に同じ社会に生きてるなんて確認することはなかなかないと思うんですよ。ただ一つ言えるのは、やっぱり同じ言葉を喋ってるとかね、まあ、それは先ほど国民というふうに言いましたけど、まあ、多分この日本に住んでいる方々が一つの社会を共有していて生きてるわけで、ただ私たちと同じ社会に生きている人の人生がいきなり壊されたかもしれない、間違いなく壊されているということを考えると、なんか本当にね、なんというか、例えば政治的に言うとするんであれば与党も野党も関係ないしね、なんかそういう国の差っていうことも関係ないですよね。関係ないし、同じ社会に生きてる人間の人生がいきなり壊されてそれを傍観してるとかね、あるいはそこに対してまあ自分と関係ないやというふうに思うっていうのは、個人的にはなんか理解できないなという。だからこそやっぱりじゃあどう解決するかというのは非常に難しい問題だと思いますね。やっぱり個人的な考え方を言えばね、これはもう日本と北朝鮮の外交関係の問題以前に明らかなもの人権侵害なので、それはもう一丁目一番地はそこだと思いますけれども、まあただまあそれは外交交渉の中でね、いろいろな話もあると思います。まあ例えばストックホルム合意2014なんかもありますけれども、まあただいずれにしても私たちにできることは、まずはそれをまずしっかりと認識をする、で忘れないで考え続けることだと思うんです。で例えば横田さんのご家族もそうですし、まあ、他の拉致被害者の家族の方々もご高齢化するとかにあると思うんです。で、まあ、やっぱり今20歳の僕から考えれば、多分この問題は本当に向こう例えば5年10年で本当解決をすればいいけれどもね、やっぱりなかなかそう簡単にいかない可能性もまた考えなければいけなくて、そうね、こうやってきたことをこう解決させるだけじゃなくて、今後繰り返させないっていうこともありますからね。そうそう、であるからこそなんか今ね、20歳という若干20歳の人間ではあるんだけれども、だからこそなんかこの問題はしっかりと考えなければいけないし、少なくとも忘れないようにしないといけないと、いうことは改めて思ったわけでありますけれども、いやなんか本当に無念というか、そうですね、悔しいという気持ちでいっぱいです。本当にね、ね、本当なんか国の役割って何なんだろうなと思っちゃいますけどね、本当にね。島田さんとかいかがですか。はい、この件に関しては、はい、その初動、国がまず最初にいつ動いてくれたかっていうのがすごく大きな起点だったなっていうふうに感じていて、どうしてもっと早く動いてくれなかったんだと。でそれに対して国の思惑もあったのかもしれないんですが、その拉致被害者の方の遺族、あの家族の方たちが、その国民、そのご自身たちが動いて長く活動された結果、ようやく国が動いてくれたっていう経緯があるじゃないですか。その、ね、日本国内のことであれば、それは日本の国内で解決する、我々がこう個人個人で解決できるのかもしれないんですけれども、その国がまたがってしまうと我々一個人ではどうしても力が及ばないと、だからこそ国家同士での話し合いがあると。そこに対していかに国が積極的にアプローチしてくれるのか、その迅速に動いてくれるのか、そういった国であり続けるためには、やはり我々国民一人一人が
政治というものにしっかりと関わって、その政治というものをしっかりと見ていく、声を出す活動をしていくっていうのが非常に重要なんだと。でそれを身をもって証明してくれたのが、はい、その横田さんはじめその家族の方たちだと思いますので、これからもそういった被害が、二度と起こらないように、我々一人一人がしっかりとそういった意識を持って、行動し考えていかなきゃいけないというような一つの経験だったなというふうには思っております。本当ですね。いやだからね、なんかそういう意味では、ね、直接的になんかいろいろな評価はありますけれども、例えば安倍さんもね、いろいろ第二次安倍政権以降の日中関係の問題に関してはいろいろな評価がありますけれども、ただ一つ言えるのはね、安倍さんは政治家としては本当に多分拉致問題をずっと得られてきた方であることは間違いないのかなというふうに思っていて、でそれこそまだ安倍晋三さんのお父様の安倍晋太郎さんがね外務大臣だった頃から、まあ秘書としてねずっとこの問題には関わって来られてきて、で、まあ、特に第二次政権以降はね、まあ、いわゆる2014年のストックホルム合意がやはり、まあ、一つの残念ながらピークだったなという印象もありますけれども、まあ、ただやはり安倍さんが、横田茂さんが亡くなられた夜ですかね、その報道が出た夜の記者会見で、なんか見せられた涙というものはなんかものすごい重いものは感じたなということは思いますけれどもね。そうですね。いやだから本当になんかこの瞬間なんかね、怪盗ランプまでどうこうできる問題ではないからこそね、だからじゃあ何が私たち一人一人できますかと、もしかしたらあなた自身とかね、あるいはあなたの息子さんとかね、娘さんが、そう我々がねもう隣接した危機ですもんね。そうそう、突然亡くなって、拉致されてるかもしれない、いうことは私たち一人一人にとってある意味起こり得た話なわけですね、なんかその重みということを考えると、本当になんかこれは政治的なイシュー、なんか政治的なイデオロギーの問題ではないしね、もうこれはもう政治のイシューというより国民の問題だと思うんですよ、間違いなく。だから本当一番最初はね、私たち一人一人が忘れないことかなとは思いますよね、本当にね。なんかそれぞれその外交手段っていうものがもうどんどんやっぱり変化してきてるじゃないですか。もうそれこそ10年スパンとかぐらいでももういろんななんかこう多様な話し合い方とか多様な付き合い方が、もうそれこそインターネットも発達して、その国民の単体レベルでももしかしたら話せることもあるかもしれないし、いろいろなそのつながれる可能性がもう今の時代っていうのはどんどん出てきてると思うんで、あるからこそね、じゃあ国家の役割って何ですかという話だと思うんですよ、最近も例えばグローバリゼーションで、ね、新型コロナウイルスの問題でじゃあ今後どうなるか分かりませんけれども、まあ、どんどん国家の役割がなくなるんじゃないかみたいな話が、まあ、あるわけじゃないですか、まあ、なんだけれども、じゃあとことん突き詰めて考えると国家の役割って何ですかっていうと、最後はそもそも国民の生命と命とね、財産と、それはもうお金だけじゃなくて財産と、あと名誉を守ると、ここに尽きると思うんですよ、本当に最後は、やっぱりそれはしっかりと、なんか一人一人がじゃあそもそも国ってなんだっけ、じゃああるいは同じ国に生きている人間の一人の人生が突然壊された、それをなんかしっかり受け止めては少なくとも忘れずに考え続ける必要はあるんじゃなかろうかなということは心の底から思ってはいますね。そうですね。いやでも本当にこういったねものを本当にこうきっかけにして、ぜひ皆さんにもいろいろ考えていただきたいなと。いやでも本当考えていただきたいですよ、はい、特段この話にね、何か明確なゴールがあるとかいう話ではないんですよ。まずは政策的な目標で言えばね、もちろん拉致された方々の全員の一刻も早い帰国というところにありますけれども、ただ私たち一人一人がこの問題を考え続けることは間違いなくしなければいけないし、その前提として忘れない、ね、まずはそこかなというふうに思いますよね。まあ、この動画見ていただいてね、なんか
お前らの意見何なんだよって思われるかもしれないんですけど、我々としてはやっぱりこの問題を本当にこうしっかり一人一人が考える必要があると考えてますので、ぜひですね、あの皆さんどう感じられたのかとかね、あのコメント等々で参加していただいたら嬉しいです。というわけでね、おっさんチャンネルでした。さようなら。